布団さん、あなたやばい人に目をつけられました。何それ。布団ちゃんドリルって知ってる？ YouTube でバズったラップをラッパーに聞かせてみた。やお、シュンペーターだぜ。はい、はい、ということで本日なんですけれども、はい、とうとう我がチャンネルもここまで来てしまったなと。どこまでですか？27万人行きましたけどね。非常におめでたいですね。ありがとうございます。最近ね、街行く人とかに声かけられた時にチャンネル登録してくださいねっていうようにしてるの。それなんか地道に増えてる気がするんだよね。3分の2ぐらいの確率でしてますって言われるんだけど、3分の1はしてないってことだもんね。まだまだしてない人の方が多いわけですから、声かけられたらチャンネル登録してくださいねと。だから俺が触れられたわけじゃないでしょ。だってこれラップ布団ちゃんラップが評価されてるってことだからさ。来たなではなくてですね、我がチャンネルでは様々な、別に目つけられたわけじゃねえじゃん。別に嘘かけやがって。ピーナッツくんしかり、クズがしかり、いろんな方のラップを見てきました。そうだね、感慨深いなYouTube やってなかったら出会わなかった音楽たちだろうね。そんな YouTube やってなかったら出会わなかったであろうラップをですね、本日も持ってきました。てくるね。なんか優しい声してるね、このアシスタントさん。聞いてみればいいっていう感じですか。はい、じゃあ聞いてみます。トンちゃんドリルってどんな曲だったっけ？待って、気まずいんだからすごい。ちょっと笑ったら、シンペダさんお願いします、笑顔を見せてください。彼が布団ちゃん、Welcome to the Carpet Country。 ちょっと待って、歌ってる人が布団ちゃんではない。そうなんですよ、実は布団ちゃんっていう名前入ってるんですけど、布団ちゃんがそもそもそれそうですよね当たり前です。布団ちゃんはですね、はい、ゲーム実況者ですね。ゲーム実況者の布団ちゃんのファンが布団ちゃんのエピソードをキックしてるってこと。そういうことです。それが現象になってるってこと、はい、きちって聞いてみよう。よー、始めるマスターベショーゴで電話のバイブ、家で慣れてるスクラッチ。始めるマスターベショーゴで電話のバイブ、この入り結構秀逸じゃない？秀逸なんだ。始めるマスターベショーゴで電話のバイブ、家で慣れてるスクラッチスタイル。よう、スペルマが大地みたい、実家の庭から静止が採取。リリック評価してくれてんだ。ロンデリアクマのベロならない、メイリンチャイナドイツ流タイプ、リンパマッサージで色タイル。よう、彼がトンちゃん、ウェルカムトゥダカーベスカントリー。チェンベル流された昔、白人中の女が無関心。よう、彼がトンちゃん、ウェルカムトゥダカーベスカントリー。かいいわ。カーベスカントリーってのは何なの？糖質国って、まあ翻訳で一緒に書かれてるんですけど、はい、糖質っていう、フトンちゃんのアンチのことをシュガーって言ってるんですよ。でシュガーのモットがその糖質。でも最近言ってないからマジで恥ずかしいっす。って言ってるってこと？白人中の女が無関心。よう、金がふとんちゃん、ウェルカムトゥダカーベスカントリー。アゴマンディ生かしてるランディ、ダチョウが飛んで稼いだミランディ。面白いワード並んでるし、リズムも気持ちいいし、ライムも気持ちいいんだけど、アゴマンゲもわかんない。アゴマンゲ生かせるダンジョン。わかるわけねえだ。トンちゃんの配信中に流れてきたと。面白いニュースがフューチャーされて。アゴマンゲって言われてるの。言われてるっていうか、そのコメントがバズったみたいな。ダチョウブトンで稼いだギャランティーっていうのは、そのフトンちゃんとダソクさんとトリバードさんっていう3人の人でやってる YouTube のあれが、ダチョウブトン。で稼いだギャランティー、まあ、インフムからギャランティーっていう感じで、うん、もう細かく解説、数万円のな、あのギャラのな、トンチャンワールドを覗かないと分かんないラップだよっていうことだね。そうですね。でこれを歌ってる人はフトンチャンではないと。相馬さん、相馬さん、相馬さんラップうまいね。珍しいタイプのラッパーというか、ラッパーなのかもわからないですけど。あの頃から探求、探求でキャラならタイムを描く、それがおかず、乗ってくれてるわ。裸で誰かを寝返します、マークで、出されて終わる、レスピアンバックにパックハマったスマップで、あの誰が出てなくなって、つかめないチャンス、ドラッグの勝利、バレたんだけ、つくんかサイラバンドでもね、スパンの交流、挨拶なね、シンクルンは。俺ちゃんと聞いたの初めてかもしれん、ドリル。すごい。
ベーシックなドリルの乗り方っていう。え、ドリルって何なん？俺数学ドリルしか知らないぞ。掘る。ケツ穴？リア充なのか非リア充なのか。リア充なんですかね。ファンの子にわいせつなメール。これはファンの子にわいせつなメールっていうのは現在の話ですか？そういうことがあったんでしょうね。ファンの子にわいせつなメールをして返信来る。あなたは下劣。まあ、でも返信が来たと。だでもそれファンの子にわいせつなメールって俺なんだ、ね、広められがちってこと。お、びっくりした。あああれか、高校の時のやつか。バラされてる。ああ、そういうキャラなのね。好きな子に告白したけど彼女はタトさんから男だけと遊んでたから下手くそなナンバー。現れた雷の召喚獣。え、何これ全部解説。その何リリックを意味をお伝えするんですか全部。めちゃくちゃ集中して聞いてくれてるわ。ローはだいぶかっこいいね。ただ、マジで意味がわからない。それはそうだ、当たり前ですわ。分かってほしいとは思ってないんですけど。どんなことをさ、カミングアウトしてんの。すごいね、ゲーム実況者ってそんなことまで言うの。いや、人によるでしょ、それは。ラム、セラッタから下手くそなナンバー。現れた雷の召喚獣、シーズラム、セラッタ。ガリガリの体を打った壁、こう見たらバック、ぐるぐる巻きにされたって立つ。すげえ、一回聞いただけなのにもう歌ってる。ではなく、聞くのに傷だらけのあのカール。暗がりで一人六畳一間、ブルライト浴びる四国ちゃんにオガ。超気持ちいいけどね。あいつ俺も買いんだよさっきから。でもさ、やっぱすごいラッパーの人だったからシークバ。カビルシコクちゃんに5万。かっこくない？かっこいいんすか？一切わかんないんだけど。シークバ飛ばせねえよ俺。クラガリで一人六畳一間ブルライトハビルシコクちゃんに5万。こういう風にやるんだみたいな。すごい勉強にはなってるんですけど。まああなたのメスプレじゃなからとかも覚えてる記憶に残る言葉。超パンチラインなんだな。あなたのメス奴隷じゃないからとかも覚えてる記憶に残る言葉。まあドリルってそういうセキララというかパンチラインミュージックですよね。まあ、乗り方とどういうパンチラインを残すのか。酔っ払ったホストぬるいがバーで逆ナンパしたんだ。いきなり焦ってカンス蹴ってしこってる。でもパンダに感謝したいな。よう彼が布団じゃん。ウェルカムトゥダカーブスカンティー。ジェンベル抜かされた昔に学年中の女の子。どんくらいやるの。よう彼が布団じゃん。ウェルカムトゥダカーブスカンティー。アゴマンゲー化してるダンディー。ダチョウの手で稼いでみる。からわれてる女は女スケルクラ。彼ジェントルマンネクス。今回は強い取れて遊んだ。40代の銀の T シャ10日にこんな。あったいの久しぶり評価されてる操作にやけるホテルのヘルス4台よし弾けるかクリア。それでも消えてった2万6千円。あまりにも浅すぎる経験。弾けるスプライト片付け。なんでもう歌えんだよ。15年祭りでも裏切らないアスカーレクサに10。金髪手押しに合うウェイブ。髪がうずいてリベンジフライブ。40代の議員の秘書とかにこんな硬いの久しぶり評価されてるゾウさん。40代の議員秘書とかそういう行為があったんですかね。んでこんな硬いの久しぶりと言われたと。布団ちゃんのエピソードなんでしょ。どんなやつなのかも全然わからないけれども、こんなやつドリルってこうやって乗るんだっていうのがなんかいろんなラッパーの聞いてますけど、相馬さんのを聞いてると非常にわかりやすいの。あー、その見方で正解なの。正解です。新平さんに布団ちゃんをこと細かく知ってほしいわけではない。じゃないの。見てる人たちにもこと細かく知ってほしいわけじゃなくて、こんなのあるよと。で、要は新平太ドリルがやられてるみたいなもんでしょ。そうです。勝手に自分以外の人が自分の曲を作ってくれる。なんかちょっと面白いよね。ネットならではの現象なのかな。おさにやけるどうかホテルのヘルス4台よし弾けるかクリア。それでも消えてった2万6千円。あまりにも浅すぎる経験。弾けるドリルは殺人とか窃盗とか女や犯罪自慢を歌うジャンルのことだね。弾けるスプライト片付け。2日後に荒れた変動性。15年祭りでも裏切らないアスカーレクサに10。金髪ピオシアウェイブ。じゃあ繁盛のラップとかも繁盛ドリルなんだね。じゃあということで布団ちゃんドリル見てみましたけど、ドリルの曲をすごい作ってみたいと思います。面白いですね。はい、布団ちゃんドリル相馬さん。はい、ということで布団ちゃんドリル見てみましたけども、
かっこいいっすね。っていうかな、なんていうのかな、ラップって思ったよりやっぱ間口が広いし、誰にでもとっつきやすかったりするカルチャーなのかなって思うんですよね。こうやって自分のライフじゃないことだってラップにできたり、それも楽しかったりするわけじゃないですか。だからこう、俺普通の人生生きてたからなかなかさっていう人もラップ好きだった、フォーク、なんだろう、 J-POP じゃ歌えないもんね。確かに自分のストーリーじゃなくてもよかったりするっていうのは、なんか最近俺自身も気づいた新しいいいところなのかもなって思ってます。はい、ってな感じでフトンちゃんドリル聞かせてもらいましたが、うん、うまくてかっこいいし、なんか俺もドリルやってみたいなという気持ちになりました。シンペーターでした、どうもありがとう。おい、お前気使わせてんじゃねえか、おい、なあ、シンペーターさんに気使わせてんじゃねえか、お前最後これ。これ、お前、うまく、お前、優しくまとめてくれたぞ、お前これ。なあ。いやいや、シンペーターさんどうもありがとうございます。本当に。いや、ありがとうございますっていうのも、ちょっと、なんだろう、俺の歌じゃねえし、別に。なんか俺が歌ってる歌じゃねえからあれなんですけど、ね、まあでもきっと、ね、まあ、なんか布団ちゃんって、誰やみたいなね。まあ、誰やぐらいでのね、ちょっとなんかこう、感覚でね、ラップ界隈の人たちにこう、ね、まあ、少し、轟かせられたっていう意味ではね、ご紹介していただきありがとうございます。本当に嬉しいです。はい。ありがとうございます。ああ、かゆいわ。え？しげさんの友達なんだ。へえ、やっぱ、すごいね。え、しげさんってラッパーではないでしょ、でも。DJ だけどな。ああ、でもと、まあでも、歳も同じぐらいなのかな、近いのかな、一緒に温泉行ってたんだ。あ、飲み友なんだ。へー。はい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 。ん？この曲のすごさが分かったら、まさかの白漫画と挟めるのが同じことをやってんだけど。ん？この曲のすごさが分かってないみたいだから説明するけど、ドリルというジャンルで、日本で10位以内の再生数で、しかもドリル、これ、聡明期に、このクオリティを作ったのがすごい。だからシンペータも聴いてるんだぞ。J ドリン。黎明期かな、失礼する。黎明期。ドリルの中の、まあ、だから、多分おそらく、その、相馬さんは、布団ちゃん、ラップ、布団ちゃんでリリックを多分つなげなくても、多分いけたと思うんだよ。惜しいことしたね、相馬さん！あれがもしちょっとなんかね、なんかこう、社会に対するとかさ、なんかちょっとこう、この世の中に対する、なんかこう、ね、ドリルだったら、もしかしたらなぁ、布団ちゃんラップじゃなかったら、これワンチャンさらにこれあったんじゃねえのかなぁ、わかんねえけど、